はい、どうもこんにちは、今日はですねこちらの方です、シンクパッドの X240、 これですね以前、ジャンク品で購入して1万600円で購入しました。そこでOS なしっていう、ただそれだけだったので、OS をインストールすると普通に、起動できると、全く問題ない状況で、預かりました。ちょっと見た目がね非常に汚かったので、綺麗にするやつで拭いたらだいぶ綺麗になりました。本当にね、持ってこられた時シールの跡とかセロテープがいっぱい貼られてたんですが、こちらも綺麗に取っています。相当綺麗に仕上がりました。そこで今日はね、前回の動画の中で言いましたけども、このハードディスクをもう SSD 化したいなというふうに思っています。それと、メモリ4ギガということなので、8ギガまで増設するということ、こちらの方を、すぐに終わるかなと思うので、やっていきたいと。で、そのために用意をしたのがこちらですね、SSD です。 SSD480GB で購入いたしました。価格は5999円、一番安いんちゃうかなと思ってこれにしました。もうすでに、こちらの本体のハードディスクのクローニング、クローン化することには、こちらの方してます。まだ立ち上がるかどうかは試してません。で、次がこちらのメモリ8ギガ、こちらですね4159円でこの8ギガのメモリを購入しました。はい、というので、この段階でもう1万円近く使っちゃったねという感じですね。これだけでちょっとアホやなと思いますが、そしてさらにですね、今回はじゃじゃん、やっちまったなという感じなんですが、実はこれ箱見せてもあれですけど、液晶のこの色ムラがあるんですよ。そこで思い切って IPS 液晶、このシンクパッド X240 用ですね、こちらを購入しました。こちらが8000円。もうちょっともうお金の感覚がおかしくなってきましたね。安くはついてるような気がしますが、ちょっとこちらの方も、チャレンジの方をしていきたいなと思います。総額、この部品代だけで18,158円、本体代16,000円と合わせると28,758円。どうなんだこの段階で、中古の状態のいいやつ買えたんちゃうみたいなもういいね、もうとりあえずこれ、こいつをこの人をちょっと最強にする、もうとりあえず元気いっぱいにしようっていうので、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、裏返すとですね、このような形になってて、1,2,3,4,5,6,7、8箇所ですね、8箇所ネジがありますので、このネジを全部外して、この裏側のパネルをパカッと外すと、そうするとハードディスク、それとメモリにアクセスできるよという状況になってます。とりあえずちょっと作業の方を進めていきたいなと思います。はい、という形で、このように、後ろのパネル離れてます。そこでこのハードディスク、これハードディスクですね、こちらでつながってるので、ここでネジで止まってますね。で、あとはこちらはバッテリーかな、さらにバッテリーがあるんですね。で、こちらメモリーというので、順次付け替えていこうと思います。はい、次が、メモリの方ですね、こちらの方を外していきたいと思います。これが4ギガのメモリ、こちら8ギガのメモリですね、こちらの方をつけていきます。よっしゃというので、こちらですね、装着の方が完了しました。じゃあ、後ろのパネル元に戻して、そして、元に、起動するかどうか確認をしておきたいと思います。それではですね、こちらの方で SSD を挿入して、入れ替えましたね。そしてメモリの方も8ギガという形にしております。
そこで、まあ、ちゃんと起動するかどうかね、ちょっと確認をしていきたいなと思います。頼むぞ、起動してくれ。まあ、以前失敗したことあるんですよね。ちょっとまあ、起動すると信じて、スイッチオン。変な音がして起動しませんでした、そこでもしかしてメモリと思って、一応ちょっとメモリを入れ替えてます。ちょっと頼むぞと、もう一回起動してみます。スイッチオン。いけたー、大丈夫か。あ、すぐ起動できたな。あ、やっぱりちょっとメモリの問題だったようです。そうか、メモリが僕間違えて買ったのかな。あ、ちょっと予定外ですね。あ、ちゃんと調べればよかった。あ、ちょっとメモリの方が調子が良くなかった、合わなかったみたいですね。はい、というので起動の方は、SSD の方からクローン化したものからですね、起動することに関しては問題なくできてるかなというふうに思います。あ、ちょっとメモリの方が合わなかったみたいなので、これはちょっと交換してくれるのかな、ちょっと一回相談してみようと思ってます。はい、というので、じゃあこの次ですね、先ほどご紹介したんですが、あ、ちょっとだいぶ気分が落ちちゃったな。液晶パネルですね、こちらちょっと開いてみて、装着できる、まあ割とシンクパッド簡単にできるということなので、それでチャレンジしてみたいと思います。はい、それじゃあですね、液晶の方を変えていこうかなと。ちょっと本当にできるのかなってドキドキしてますが、ちょっと初めてのチャレンジです。こちらの方に液晶の新しいものですね、箱から出しました。こちらの方に入ってます。で、こちらのね、周りのベゼルみたいなところ、ここがネジ止めとか一切されてないので普通にパリパリ取れるということなので、ちょっとチャレンジして、うまくできるかどうかやってみたいと思います。はい、っていうので、ちょっとうまく外すことができました。特に折れなどもなかったように思います。はい、というので、こちらが液晶のパネルですね、こちらの方を入れ替えることができると。こちらの方が、作業しやすいようにこちらにひっくり返すということですね。でこちらの方でつな、がっているので、これを入れ替えていこうという形になります。そしてこちらがね、ちょっとセロテープでひっついてる形なので、ちょっとこのセロテープを剥がして、ちょっとひっつけていきたいなと思います。はい、というので、割とすんなりと剥がすことができました。じゃあテープと一体型にね、こちらなってる感じなので、こちらをまた刺して、テープでひっつけていくという形にしたいなと思います。はい、というので、ぐさっと差し込んで、もうまたテープで止めるという、まあ、ただそれだけの形ですね。はい、じゃあ、ここまで戻しましたので、あとはまたパネルの方を元に戻してという形で作業を進めていきます。というので、無事に液晶を取り付けることに成功しました。このね、取るのは割とちょっと、パチパチいったんですが、これつけるのがやばい、ちょっと大変ですね。下からこの下側からつけないと、つけ直さないといけないですね。下側からつけてギュッギュッギュッってかなりの力で押し込んでいくと、やっぱり綺麗に、まあ、元の形になるという形です。ちょっとかなり力を入れたので大丈夫なんかなというのがちょっと心配なんですが、これはまあ、ちょっと IPS 液晶ということで、ちょっと期待をしています。じゃあちょっとこちらの方ね、つくかどうかっていうので、ちょっと確認をしていきたいと思います。
ッチオン。おっと、あ、綺麗だな、やっぱり。はい、こちらの方ですね、先ほど真っ暗なまま全然映らなかったんですが、一応2回目起動した時にこのような形に持っていくことができました。いけてるはずやねんけどなっていうことですね。ちょっとドキドキしてます。ちょっとなんでさっき起動せんへんかったんやろっていう感じですね。じゃあちょっと、起動させてみたいと思います。はい、というので無事に起動することができました。もう非常に発色が良くなりまして、色の感じも非常にメリハリが効いている液晶になってます。ちょっと、ちゃんと設定をしないといけないのかどうなのかちょっと見てみたいと思います。1920×1080 にちゃんとなってますね。はい、ということで、こちらの方交換成功いたしました。よっしゃっていうので、うまいことある程度いったけどちょっと今回失敗しましたね。失敗したのはメモリです。ちょっと何も考えずに買ってしまいました。ちょっとこれ交換して8ギガに対応している分にできるかどうか再度確認してチャレンジしたいなと思います。 SSD 化も問題なく、液晶の交換も非常に、まあ簡単っちゃ簡単ですけどね。なんかこれ縁かな思いながら力技でいったところもありますが、まあ成功しています。というので、こちらもう最高級の状態まで持っていったろうというふうに思っているので、まあ、ここまでちょっとやっていきたいと思います。そうですね、今後としてはまずはちょっとメモリーほんまアホやな、お金の無駄ですわ。新しいやつちょっと交換できるように8ギガ対応しているものをちょっと探します。で、とりあえずはそこを完了させたい。あとは M.2 の SSD に、これ、載せることができる。さらに SSD 載せれるよということなのでね、これができるかどうかというのをちょっと確認をしていきたいなというふうに思ってます。はい、ちょっといろいろありましたが今回もどうもありがとうございました。